い、本日私は、道の駅嘉手納の方に来ております。現在秋の全国交通安全運動が行われているということで、本日はこの方からお声をいただきたいと思います。それでは早速自己紹介よろしくお願いします。嘉手納地区交通安全協会の上津真希です。よろしくお願いします。はい、上津さんどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、今回、秋の全国交通安全運動ということで、今回のこの重点目標が3つあると思うんですけども、こちらのまず紹介よろしくお願いします。はい、まず子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保になります。で、次に夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止および飲酒運転の根絶になります。3番目に自転車の交通ルールの、遵守になります。今回3つの重点目標があると思うんですけども、やはりその中で沖縄県の方ではやっぱりちょっと飲酒運転のちょっと事故、交通事故が目立つと思うんですけども、現在今の現状というのはいかがですか？昔は日本一飲酒運転が多い県ということで有名だったんですけど、現在は少しずつ減ってはいるんですけれども、やはりまだ多い現状だと思うので、減らしていく努力が必要かなと思っています。ちょっとこの時期ですね、やっぱり夕暮れ時とかやっぱりこの暗くなるっていうのも早いので、運転者とあと歩行者側で何か気をつけることがあれば教えてください。だいたいもう夕方5時ぐらいから早めのライト点灯を心がけてほしいんですが、車の方からするとまだ明るいからつける必要がないかなって思うかもしれないんですけれども、ライトをつけることによって歩行者の方から早めに車の存在に気づくことができるので、ぜひ知らせるという意味を込めて早めのライト点灯を心がけていただきたいと思っています。で、歩行者に関しても夕暮れ時はやっぱり目立たなくなってくる傾向にあるので、反射材などを使って自分がここにいるよっていうアピールをしていただけるとありがたいです。今ラジオ聴きの皆さん、映像をご覧の皆様へ最後ぜひ活動の PR よろしくお願いします。はい、現在秋の全国交通安全運動を実施中ということで、嘉手納地区交通安全協会では理事評議員役員の皆さんと朝のアイキャッチ活動を行っております。場所は道の駅嘉手納の方で朝7時半から8時まで行っておりますので、通りかかった皆さんぜひ笑顔で通り過ぎていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いします。本日は嘉手納地区交通安全協会上津さんからお話をお聞きしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。